晩酌のラーナさん、あら、来ていただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あのラーナさんはね、実はね、新生のなんか急に人気が出てきたロシア人 YouTuber っていうことで、今なんかね、いろんなね、なんか動画をいっぱいアップしてて、すごい人気で、そう、こちらからあの動画をいろいろ見てたら、好きな YouTuber ランキングみたいなアップしてて、1位ピロシキーズにしてくれって、あら、だから嬉しいやんか。もう嬉しい嬉しい、コラボしようってこっちからかけて、もうすぐだよね、もうすぐにそうお願いして、今日はもう来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます、誘っていただきありがとうございます。ランナさんはね、いろんな外国人も読んでコラボをしながらお酒を飲むっていう。じゃあ今日もちょっとお酒さんなんで、そう、酒飲みさんですか。そう、お酒大好きです。お酒強いんですか。弱くはない。弱くはない。弱くはないです。じゃあもう早速入れていきましょうよ。日本酒、はい、いただきます。あの、ちなみにこれは私が今入れてますけども、ラーナさんが買ってきたのかもしれない。もうすでに半分くらい入れております。ちょっと飲んでもらいました。じゃあ入れさせていただきます。じゃあ私はちょっとビールをいただこうかな。今日は来ていただいてありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。乾杯。乾杯。なぜビールを。ちょっと今日耳が悪いから、沖縄の雰囲気が違う。私もかなと思って。耳が知ってる？あ、もちろんもちろん。耳があって何か知ってる？豚の金玉や。え、金玉？金玉だよ。金玉の皮、皮の部分。知らないですか？あれ？知らないと思ってた。でももう嫌がってるよ。でもマジで知らないから。そうやね。食べてみて、食べてみて。美味しい？金玉好き。やべえ。ちなみにこれは耳でございます。これは耳です。あ、でしょうね。でしょうね。もういや、今日はね、こういう感じで、あの、いろんな外国人の方と、ね、接点があるのをね、お見受けするから、ね、たくさんの方と会ってきて喋ってきたと思うから、そう、ズバリ日本に住む嫌な外国人。あとですね、そうしましたら日本語を喋らない外国人。別に勉強してて、なんか、あの、うまく喋れなくても大丈夫。とりあえず勉強ちゃんとしてるとかさ、なんか頑張ってる、なんか頑張ってるっていう感じであれば全然 OK ですけど、なんか20年経っても一言も日本語で喋れないっていうことは。え、その人ってさ、合わせろみたいな。外出してんの。いや、でも知ってる知ってる知ってる。そういう人いる。ずっと住んでて、そう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 、え、喋れないから日本語で喋りかけないでみたいな。え、じゃあどうやって市役所とかでさ手続きしたの。英語なんか、なんとか、なんとでも。だから甘やかしすぎ、その英語で。もう英語禁止、今後英語世界共通語じゃなくす、もうさ、ロシア語にしもうロシア語にしす。アルちゃんは嫌いな外国人おる？もう結構これでも前から言ってるけど、あの、日本に来ている、別に自分の国ではあまりかっこよくない男性の外国人が結構俺イケてるだろうみたいな感じで、女性も多いな、女の子にこうなんていうのついてきて、でちょっとなんだろう、紐みたいに払わせて、まあ女性も多いんだけど、うん、そういうのが、うん、なんかそういうの見ると、え、何この人みたいな、もう全然その外国に何人もそこら辺にいるような人がなんかみたいな感じで座って、なんかすごい、あの、なんだろう、なんか前 C 社とか行った時に目撃しちゃって気持ち悪くて。多分やっぱりその地域地域でこうモテる顔があんねん、多分。いや、でもでもモテんねん、ちゃんと日本の人もこう分かってる人はめちゃめちゃ分かってるんだけど、あの、多分あんまり関わりのない人たちにつけ込んでいくねん、そういうやつらって。いや、でもで、その夢与えてるやん。夢ちゃうよ、そんな。現実見せんといてよ。いらないよ。今まだブスで抜けるんやから、ブスで抜かしてっていうことやんか、それって。あと、嫌いな外国人な、あ、あ、あれある、ある、聞いて、うん、ね、税金払わない人。いや、てか、あかんやろ、払わんかった。そうそう、いろいろいろ、とりあえず、そう、留学だけで来て、で、留学の時でも、あの、保険だったりとかいろいろあるじゃん。別に自分の国帰る
るし、日本に住むつもりはないから、ビザはどうでもいいから、とりあえずそういうものは払わなくても、いやいやいや、だってこれはさ、これあの国民保険に入ってるから、病院に行くときってそれ安くなってるわけじゃん。だからその分は払わないといけないでしょって言っても、別に関係ない。病院に行ってんのに払わないんですか？そうそう。なんかある？日本に来て、こうチヤホヤされて当たり前だ、自分がこうみんなにいろいろされて当たり前だってなってくる人結構いるな。え、あれちゃんや。え、うちだ。うちだお前ら。いやでも結構いるなと思った。こんなに綺麗にして自分にお金をかけて綺麗にしてるんだから、だからあなたも私に何かプレゼントしたら当たり前よみたいな。でもそれってさ、アリちゃんは損してないよな。見ててイライラするけど、アリちゃんは損する話ではない。あ、損する話じゃないけど、なんかこう見てて腹立つんやな、よくでもないわみたいな。でも思われんねん、そうやって。あー、なんか同じような話でしょ。いや、そう、それやろ、俺は。それ嫌やね。それはそうかも。俺はもう間違いなくアリちゃんを見た時にそういう女だと思ってすっごい初めての時態度こんなやった。なんでこんなに満たさされてんだろうと思って。そう。いやでもよくあって、そのなんかすごい困るのが、自分全然そんな感じじゃないし、上から目線でもないから。全然平気で言っちゃう感じね。そんなんは上から目線ではない高飛車じゃない女は。と、あ、私はまあ自分一応してて違ったら申し訳ないんですけどとかっていう感じでやんねん、本当は。いやでも違うのに思われてるからもう今言っちゃうけど、よく言われるのね、そうか、どうせ自分めっちゃ言い寄られて可愛い可愛い言われても慣れてんでしょとか、こんなん俺みたいなんがあんたに告白しても無理っしょとか、最初からこう来ないやつとかもいるの。あ、この子いいなって、好き好きだな、恥ずかしいなってこっちなってるけど、なんかいやいやもうそんな言って、もうどうせいっぱいいるんやろお前はみたいな、あの美人美人じゃないとかそういうの関係なしに、もう外国人の女っていう時点で、え、花プレゼントしないといけないんでしょみたいな。でもそんなん言うたらさ、それ私たちはさ、ロシアの女と付き合うなみたいな動画アップして、そう、自分らで自分らの首絞めてて、そう、その動画で言われたことあって、あの、とりあえずあのポルシェとかメルセデスとか乗ってドアを開けて花束あげたらいいやろって言われるから、なんかなんならあの動画出してからアレちゃん宛てに花束がやたらと届く、そう事務所にそうで、レディーファーストとかも結構されるから気持ち悪いから慣れてくれみたいな感じになってたりするの。本当はそう、花束はありがたいけどね。いや、もうなんかもらえるのは嬉しいんだけど、送らなければならないっていうのはないから、なんかそういう風に見られるのはちょっと嫌。確かに。だからそいつらのせいで基本的に自分らまでそうやって思われる系は結構あるかもな。とかはそのなんか、それこそやりまんだろうみたいなっていう風な見られ方されるんですよ。でも俺もそうやって見てた。そうやって見てた。ひどい。よくそう、そういう風になんか見られるんですよ。なんかどうせこういろいろ食ってんでしょうみたいな。何も食ってへんの。まあ、そりゃそうやもんな、だいぶ持ち歩いてるくらい知らないわそんなやめて、かわいそうになってくる。でもその言ってたみたいに周りにこう言われる、周りがそういうことやってることで自分までそう見られるっていうパターンは、確かにちょっとあれやな。ロシア人っていうか外国人でくくられるかな。か外国の男性はグイグイ行くから、なんかグイグイされる街の人がもう来るみたいなこともあったりとかする。あ、外人でしょみたいな、来ないの、よし、マスコミするってなるほどね。あれ、なんかあいつグイグイしてこうへんみたいな感じでなるけど、でも外国人やからってグイグイせえへんし、イタリア人がなんかやってるからあかんねん、そう思われんねん。イタリア人が悪いみたいな、イタリア人たちがやってんねん。イタリア人はね、かわいいビューってやってんの。そうそうそう、私たちはこういう感じなんだ。あ、でもさ、私はそう、動画でこう、まあ、会社で働いてます、仕事終わりであの撮影してますって言っても、どうせ禁止症で働いてるでしょってコメントで言われたりとか何回かありました。禁止症はちょっとなんか選ぶ方が多かったり、そういう風俗街が多かったりするんだね。でもあ、いや、まあじゃない、そっちはロシアのパブルか、そう、ロシアンパブルか、ごめんね、もっと失礼な一番失礼な私はあの、組織言われたことあるんですけどロシアンパブで働いてるって思われた。そう、すごい前から、まあ、そこで働いてるでしょ。で、最近は多分、まあ、コロナの時期で動画出すパターンが多かったので、やっぱコロナでお客さんが入ってこないから、ちょっとね、やってるでしょ、入ってね、始めたんじゃないのみたいな
感じですよね。確かに、でもそういう風に見られるのあるよね。いや、ロシアンパブで働いてみたいけどな、俺はちょっと。働いてみたい。え、働けるの？今度さ、ちょっと一週間だけピロシキーズがロシアンパブで働いてみたい。あ、でもこれ面白いかも。いやでもね、お客さんがさ、増えたらみんなは絶対ありがたい。ありがたいけど、多分パブで働いてる他のロシアン女がいじめてくる。名古屋のロシアンパブでピロシキーズの知り合いだというパブ嬢がいて、そのパブ嬢はピロシキーズは本当は仲が悪いっていう噂を広めてた。あれ、それあったね。何やねん。名古屋とか知らねえしみたいな。そう、名古屋のロシアンパブで聞いたんですけどってお客さんからお問い合わせがなんか殺到し始めるっていう事件があった。あったあった。仲悪くないし、誰より名古屋のロシアンパブ嬢ってっていう。あれ、うん、そうだ、誰の話なんだろうみたいな。アホな女とホモで、まあ、ロシアンパジ探しやで、ね、やめろ。いやいや、でも今日はいろいろやっていただいてありがとうございます。面白い話が聞けました。うん、面白かった。あのお酒もいただいて全然飲んでないですけどね。いや、いきなり動画の中で全部飲んでしまった。だからこの後全部飲ませていただきます。ランナちゃんの方にもね、ピロシキズ出演していますので、そっちもね、なんか面白い話になって、ちょっとなかなか大変な感じ。なんかでも初めて会った感じがしないから、ね、なんかすごく話しやすい感じが、ね、なんかあってよかった。だからそっちのランナちゃんのチャンネルの方もぜひ見てみてください。あのリンク貼っときます。お願いします。はい、いや以上現場からお送りいたしました。ありがとうございます。